海上自衛隊 P3C 哨戒機を B1 哨戒機へ入れ替えが進む中、B1 哨戒機のテスト中にアクシデントが発生した。今回は B1 哨戒機の逸脱を詳しく見ていきが、P3C 哨戒機の必要性はまだまだ。尖閣諸島を監視活動が重要視され、海峡局が7隻に増えています。2021年9月7日、海上自衛隊への引き渡し前のテスト飛行を実施中だった P1 哨戒機が、岐阜県の海上自衛隊岐阜基地の飛行場への着陸に失敗し、所定の滑走路を逸脱して停止するアクシデントが発生した。幸いなことに、今回のトラブルでは、当該の P1 哨戒機に搭乗していた海上自衛隊の10名の乗組員には、怪我などの発生はなく、滑走路をオーバーランして、機体が芝生の生い茂る所定外の位置で停止したのみで収まった模様だ。ただし、航空事故の監督官庁たる国土交通省は、今回の P1 哨戒機のオーバーラン事例を、非常に大きな事態と見さしており、状況次第では、深刻な被害を生じる可能性もあったとして、運輸安全委員会から、4名の調査官を現地に派遣した。運輸安全委員会の4名の調査官らは、事故翌日の8日から10日にかけて、事故時の状況の詳細なヒアリング調査を行っており、そこで得られた情報をもとに、今後、さらに詳細な事故の原因、その特定を急ぐものとみられている。マスコミ各社が報道した映像を見ると、今回の P1 哨戒機の着陸輪の跡が、滑走路から、それを逸脱した芝生へと続いており、かつの機首部分が下がった形で停止しており、前方輪が着陸時に出なかった可能性も考えられる。今回の事故を受けて、海上自衛隊岐阜基地の滑走路は、一時的に封鎖する処置が講じられていたが、県の P1 哨戒機を停止場所から移し、滑走路の安全が確認された後、早ければ、13日からの飛行訓練の再開が見込まれている。さて、今回の事故の対象機となってしまった P1 哨戒機だが、2013年に従来のアメリカロッキード・マーチン社製の P3C 哨戒機のライセンス生産機を代替する目的で実戦配備が進められている純国産の哨戒機である。P1 哨戒機の開発は、防衛省と川崎重工業が共同で進めたもので、前述の P3C 哨戒機のライセンス生産を担当していたのが川崎重工業であり、そこで培った技術及びノウハウの蓄積がその開発の礎となったと言えるだろう。ただし P1 哨戒機の実戦配備は2013年と比較的に近年であるため、2021年度末時点でも海上自衛隊に納入された機体数はまだ29機と少数であり、現在の予定では、あと40機程度を調達し、全体で70機程度まで引き上げる予定だ。そのため現在新型の P1 哨戒機と前級の P3C 哨戒機は並行して使用されており、同様に2021年度末の時点でも、海上自衛隊は P3C 哨戒機を未だ44機保有しており、数の比較であれば、まだ主力の哨戒機だと言える。また、調達途上である P1 哨戒機は、海上自衛隊の基地の単位で見れば、神奈川県厚木市の厚木航空基地と、鹿児島鹿屋市の鹿屋航空基地の2カ所にしか配備されておらず、その意味でも P3C 哨戒機の果たす役割は大きい。ことに、近年、中国の艦艇、船舶の侵入が著しい尖閣諸島周辺の海域など、日本の南西諸島をカバーしているのは沖縄の那覇航空基地であり、ここに所属する海上自衛隊第5航空群第5飛行隊の P3C 哨戒機がその任に従事している。そのため、海上自衛隊の那覇航空基地の P3C 哨戒機は2021年現在、日本で
最も重要な空海域を担当している機体となっており、アメリカ製の同機が納入された1981年以後、40年以上も日本の最前線を飛行していると言えよう。ちなみに、海上自衛隊は、1998年までハピー 3C 哨戒機を、P3C 対潜哨戒機と呼称していたが、これは、主として、日本海方面における不審船への対応や、東シナ海における洋上のガス電灯への監視任務の比重が増加したことが、要因とみられている。もともと、戦後の日本の海上自衛隊の最重要任務の一つは、当時の米ソの冷戦構造を反映して、太平洋方面へと進出してくる、可能性のある旧ソ連の核兵器を搭載した、戦略型潜水艦の封じ決めを行うことを、大きな目的としていた。このため、洋上には対潜哨戒機、海中には攻撃型潜水艦を配備し、旧ソ連の戦略型原子力潜水艦が、アメリカ本土への潜水艦搭載型の大陸間弾道弾を使用した核攻撃実施の抑止を担うべく、それらの配備を継続してきた。これの戦略方針の前提は、旧ソ連の崩壊とともに一時的に薄れていったが、この代わりに仮想敵国として急速に台頭してきたのが今の中国であり、1990年代後半から最も警戒を要する存在となり、現在に至っている。ちょうど、このタイミングは、前述の海上自衛隊内の呼称が、P3C 対潜哨戒機から P3C 哨戒機へと変更された時期とも符合しており、現在の中国による海洋進出と南西諸島の防衛が、新たな脅威と認識されたことを伺わせている。陸上自衛隊でも、こうした傾向は顕著であり、これまで、有事の際には、旧ソ連軍が、北海道への上陸を基とする可能性が高いと考え、90式戦車のように、北海道内での展開のみを意識した車両を配備していたが、10式戦車以後は小型化し改めている。こうした仮想敵国に合わせた兵器の転換や、傭兵思想の変化は、軍事上から考えれば、無論理にかなった対応だと思われるが、一部の反対勢力は、こうした動きを、自衛隊が、自組織の維持を狙って、意図的に誘導したかのように非難する。そこで、はさもありもしない脅威を、自衛隊、及び、与党の一部の団体が煽って、軍備の拡張を正当化しているかのような論調が見受けられるが、それは、中国の尖閣諸島方面への進出をどう見るのかの回答にはなっていない。確かに、第二次世界大戦後には、兵器技術そのものの大幅な進化が進み、ことに、国家同士の軍隊が、正面から武力衝突に至る事態は少なくなってはいるが、それは、決して、人間が進歩したために、武力衝突を回避しているとは言えない。単に武力衝突時に生じるコストが、その結果得られると、想定されるコストに見合わないと、判断されているだけで、平和思想や人権思想が高まったことで、これらが抑止されているわけではない、ことは認識しておくべきだろう。ただし、こうした直接の武力衝突が控えられてきた現状にも、ここに来て、さらなる変化の兆しが見え始めており、これは、陸海空問わず、実用化が進んできている、無人兵器の登場が、非常に、大きなウェイトを占めてくると考えられる。自軍には、人的な損耗を考慮しなくとも、良い無人兵器は、今後は、局地的な紛争などの局面で使用される可能性が高く、加えて、中国は、国の経済力を背景に、周辺国への圧力を増加させ、一見平和的な台湾併合すらも見据えているようだ。
その延長線上に、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の進出こそが危惧されているのであり、悲しいはじめ、現状としては、それをいざという場合でも抑止できる備えを日本が持つことしか、有効な対策は見当たらないのが、現実だろう。そのためには、P3C 哨戒機、そして、新型の P1 哨戒機による、監視網を緩めることはできず、限りあるこれらの機体には、哨戒任務だけでなく、攻撃用の兵装も充実させておくしか、現実的な対策はないと思われる。ちょうど日本が退役させる P3C 哨戒機については、南シナ海の周辺国への払い下げも検討されているようだが、必要国には無償譲渡するなどの便宜を図り、対中国対策の一環にするなど、有効活用を図るべきだろう。